オスカルギドトレホはアルゼンチンのサッカー選手、ラージョ・バジェカーの所属。ポジションは FW または MF。ボカジュニアーズの下部組織に在籍し、トップチームでも1試合に出場した。2006年12月末に RCD マヨルカに買われたが、この時点でプロ契約を締結していなかったので、国際サッカー連盟に移籍の可否が問われることとなったが、無事に移籍できた。 2007年4月8日のリーガーエスパニョーラヘタフェ、CF 戦で90分に投入されて初出場となったが、アディショナルタイムに得点を決める鮮烈なデビューとなった。その後も控えとしての立ち位置が続いたが、コパデルレイでは、レアルマドリード相手に決勝点を決めた。2009から10シーズンに、西軍ダ・ディビシオンのエルチェ CF に期限付き移籍。 2010年8月15日に同じくセグンダディビシオンのラージョ・バジェカーノに期限付き移籍した。2011から12シーズンはスポルティングで基本に移籍し一部に返り咲いたが、クラブが降格した。2012年夏にはプレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC が彼の獲得に興味を示したが、この移籍は成立しなかった。結局、翌2013年夏に、 リーグアンのトゥールーズ FC に4年契約で移籍した。2017年6月21日に6年ぶりにラージョ・バジェカーノに復帰。これは同クラブのフットボールディレクターに就任したダビド・コベーニョの初仕事となった。ありがとうございます。